チャレットを護衛してニューヨークを出港10月9日に真珠湾に到着した。以降、チャレットはギルバート諸島の日本軍拠点を空襲する第50任務部隊へ参加した11月10日まで訓練に費やした。11月26日、チャレットはマキンの戦いとタラワの戦いで上陸する海兵隊の援護を行うとともに、 任務部隊の艦艇の護衛任務に従事した。12日後に、チャレットは、ナウル島を砲撃する戦艦を護衛した後、空母と共にエファテ島へ向かった。12月21日に、チャレットは12月6日のグロスター岬の戦いに、先立つ3日間、ニューアイルランド島のカビエニエ空襲を行う空母を、護衛して出撃する。 なおも北上した部隊は1944年1月21日にマーシャル諸島への進攻に備えるため F ナフティへ到着した。1944年1月23日から2月5日にかけてチャレットが護衛する空母の艦上機はクエゼリン艦章とエニウェトク艦章に空襲を行った。この活動中の2月3日22時3分、戦艦ニュージャージーのレーダーが21マイル先に 反応を捉えた。チャレットは調査に派遣され、1300ヤードに接近したところで反応は消えた。チャレットはソナーで捜索を行い、2月4日0時3分に爆雷発発を投下したが接触を失った。その後防衛駆逐艦フェアは、トラック島近海の日本海軍艦艇を相当し、練習巡洋艦カトリ駆逐艦イフ特設苦戦艇一隻を撃沈した後に、 翌日空母と合流した。マジュロへ、給油艦の一団を護衛後、チャレットは3月15日まで、真珠湾でオーバーホールを実施する。その後は、ニューギニア方面への作戦に備えてトラック島及び、パラオ諸島の日本軍艦船へ空襲を反復する空母の護衛に戻った。任務部隊は3月22日から4月1日までの期間、たびたび、日本側の空襲にさらされたが、 チャレットラ護衛艦艇は対空戦闘によってそれらの攻撃を跳ねのけた。4月7日にマジュロへ帰還後、1週間後に出撃した空母はニューギニアの日本軍飛行場と防衛拠点を攻撃するとともに4月22日のフンボルト湾への上陸を支援した。チャレットは4月29日のトラック姉妹の空襲を護衛した後、5月1日にポナペ島へ 艦砲射撃を行う任務部隊の戦艦の護衛を行った。1944年6月6日、チャレットはマリアナ諸島の戦いに加わるため出撃する。チャレットが護衛する空母は6月11日から16日にかけてグアム島、サイパン島、ロタ島を空襲し、さらに北へ向かった部隊はサイパン島への上陸を支援するために洋島にも爆撃を加えた。 6月15日、小笠原諸島東方で、空母パターンの艦上機の空襲により損傷した輸送船立田川丸を、チャレット及び両艦ボイドは6月19日から、マリアナ沖海戦で日本海軍機動部隊と激しく衝突することになった。日本の空母戦力が打ち破られるまでの2日間、チャレットは任務部隊の護衛、対空戦闘、プレーンガード任務を継続した。 6月20日の夜、最後の攻撃から帰還し夜間着艦する艦上機たちにビーコンライトを命滅して誘導を助けるとともに燃料切れで不時着水した機体の搭乗員救助に当たった。6月21日に任務部隊はマリアナ諸島から戻り、グアム島、ロタ島、さらにバガン島と父島を空襲した。チャレットは8月5日に父島を砲撃し、訓練のために エニウェトク干渉へ戻った。レーテバンを航行するチャレット。1944年10月24日。チャレットは8月29日にエニウェトク干渉を出て、9月初めにペリリューの戦いへの地ならしとフィリピンの戦いの足がかりとしてパラを呼び、フィリピンを空襲する空母の護衛を行う。任務部隊は10月4日に再度出撃し、フィリピン侵攻に備えて、 沖縄、ルソン島北部、台湾の日本軍飛行場を無力化すべく攻撃を加えた。台湾沖航空戦中、チャレットは対空戦闘を行うとともに、損傷した、重巡洋艦キャンベラと軽巡洋艦ヒューストンの救援を実施した。チャレットは傷ついた巡洋艦の撤退を護衛した後、沿岸の岬沖海戦で日本艦隊迎撃のため北上する。 任務部隊に再び加わった。チャレットは、うルしい干渉で10月29日から11月2日まで、休養を得た後、レーテ島の共闘補から空の脅威を取り除くため11月上旬に、ルソン島の日本軍飛行場を空襲する空母任務部隊を護衛し、11月30日に、リンガ円ン湾での活動に従事するためマヌス島へ帰島した。 1945年1月2日に出撃したチャレットは1月4日から1月18日までリンガエンワン上陸の支援部隊で活動。ついで増援部隊を乗せた戦団のリンガエンワンへの進出と部隊上陸後の戦団のレーテワンへの交代をそれぞれ護衛した。2月2日にフィリピンを経ったチャレットは2月25日にオーバーホールのためピュージェットサウンド海軍造船所に 到着する。6月に戦闘海域へ戻ったチャレットは、オランダ領東、インドでの紹介任務に続き1ヶ月間を、ボルネオの戦いの支援をして過ごした。8月2日の朝、チャレットと、領艦コナー。8月6日に、チャレットとコナーは打破した立花丸を、モロタイ島へ移送した。チャレットは8月13日に、モロタイ島を出て、スービックアンへ向かい、ついで、 沖縄の中ぐ区湾へ移動する。終戦後の9月には中国各地の港へ占領部隊の兵員や装備、その他物資の揚陸を護えへ、12月12日に上海を出港したチャレットは12月30日にカリフォルニア州サンフランシスコに入港した。チャレットは1946年3月4日にサンディエゴで予備役に編入され、 1947年1月15日に退役した。1959年6月16日に、チャレットはギリシャ王国へ引き渡された。1959年7月16日に、カリフォルニア州ロングビーチ海軍造船所において、チャレットはギリシャ語で矢を意味するベロスの名を与えられ、艦長ジーモラリス中佐の指揮の下でギリシャ海軍に収役した。ベロスは、 ギリシャ海軍で積極的な活動を行い、北、大西洋条約機構との共同演習のほとんどと、1964年、1967年、1974年、そして1987年に起きたトルコとの対立に投入されている。1973年5月25日、艦長ニコラオスパパス中佐の下でなとうとの、 共同演習に参加していたベロスは当時ギリシャを支配していた軍事政権に抵抗するためにギリシャへの帰国を拒否しイタリアのフィュミチーノに入港する行動に出た。1973年5月25日、ベロスは他のナトウの艦艇と共に首都ローマ南西85海里のイタリア本土サルデーニャ間の海域を紹介中であった。ベロスのパパス艦長と士官たちは ギリシャ国内の海軍士官たちが軍事政権に逮捕され拷問を受けているということを無線で知った。パパス艦長は逮捕された士官たちが軍事政権に反対していることを知っており、またギリシャ国内には彼らを解放させるだけの望みがないこともまた理解していた。彼は国際世論を喚起して国外からの圧力により士官たちを救い出すべく行動することを決めた。 パパス艦長は上院を完備に集めて決定を伝え彼らの熱意ある賛同を得た。パパス艦長は無線を通じて戦隊指揮官と NATO 司令部に対し NATO をなす根拠たる北大西洋条約全文を引用して決起を宣言するとともに艦隊を離れてローマへ向かった。すべての政府は民主主義の諸原則、個人の自由及び 法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。その日の午後、ベロスはフィウミチーノの沖約3.5カイリに停泊した。ベロスの3人の士官が関西邸で上陸し、フィウミチーノ空港から電話を用いて、各国際通信社に対してギリシャの現状とベロスの行動を訴えた。 彼らは翌日にパパス中佐による記者会見も設定した。この一連の行動はギリシャの情勢について世界的な関心を巻き起こすことになり、パパス中佐と6名の士官、25名の下士官はイタリアへの亡命と政治的難民としての保護を求めた。捉えられている士官たちの解放請願書に署名したベロスの上院269名全員が、 艦長に従うことを希望したが、上院の家族に危害が及ぶことを危惧した士官たちの説得によって、残りは帰国することになった。帰国する上院たちは、ギリシャにいる家族や友人たちに対して何が起こっているのかを伝えるように言われた。ベロスは1ヶ月後に、交代の上院により帰国し、亡命したパパスチューサラは、軍事政権への抵抗を続けていた。 翌九百七十四年七月二十四日の軍事政権崩壊と民政移管後、士官や下士官は全員ギリシャ海軍に復帰した。反乱の中心となったパパス中佐は、その後ギリシャ海軍で最終的に中将まで昇進したほか、九百八十二年から九百八十六年までギリシャ海軍参謀長、九百八十九年から九百九十年まで、 海将大臣を歴任し2013年4月5日に死去した。ベロスは1991年2月26日にギリシャ海軍を退役した。ベロスことチャレットはアメリカ海軍、ギリシャ海軍での48年間の活動で362,622回里を航行した。1994年、ギリシャ海軍参謀本部は退役した。ベロスを 独裁に対する抵抗博物館として保存することを発表した。ポロス海軍基地に繋がれていたベロスは2000年12月14日に博物館船へ転換するための整備と修復を行うためサラミス海軍基地へ移された。ベロスことチャレットは2002年6月26日以降、アテネ近郊のパライオファリロの海軍伝統公園で形式的に 現役のギリシャ海軍駆逐艦として、そして世界に現存する4隻のフレッチャー級駆逐艦の一隻としてその姿を留めている。チャレットは第二次世界大戦の功績で13個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。